ラかな、オーケストラ。うん。うん。指揮者だけただ振ってても音出てこないから。うん。そう、沼尻さんという、指揮者の方がいらして、もう海外でも活躍されて、日本でも賞を取られている方なんですけども、勲章を取られた方ですけども、おっしゃってたのが、まだペーペーだった時に、やっぱり舐められるんです、楽団員から。うん、でも、自分が思ってるイメージって、僕はその沼尻さんの縁で、リハーサルの部屋に入れてもらったんですよ。で、リハーサル中って、結構彼らとか、いろんな、指揮者のリハーサル中の DVD とか見て、いろいろ直したりとか見てたんですけども、そういった時って、直してるシーンがクローズアップされるじゃないですか。そうじゃなくて、全体リハーサル室でパッと見たら、止めて喋ってる時間ってすっごい少なくって、その後で質問させていただいたんですけども、いや実はそうじゃなくて、その流れてる最中に、指揮棒とか表現で、アイコンタクトでいろんな直しは入っているらしくって、止めるっていうのはやっぱりすごい選手にとってもストレス、あ、選手じゃないや、楽団にとってもストレスだし、流れがある中で。だから流れ、中で直せるものはもう流れで直していって、で、止めなきゃいけないときは止める。で、前の人が、もういろんなオーケストラそれぞれが自分の専属の指揮者だけじゃなくいろんな指揮者が回ってくるんで、すごい優秀な指揮者が持ってたイメージが持ってくるとやっぱり舐められるらしいんですよね。でもその楽団員が持ってるイメージがあって、そういったそのイメージを感じ取ってそれに乗っかっちゃって結果いいものになればいいっていうような、だそのいろんなものに乗っかっていく、乗っかっていけるかどうか、活用していけるかどうか、そうすると最終的にはいいものを作っていけるかどうかっていうところに本に固執していかないと、やっぱりそのリーダーシップを発揮しようかっていったところにしたいと思っちゃったら、多分皆さん崩壊するパターンなのかなっていうふうに思いますね。いや、ちょっと思ってた以上面白くなりましたね、今日。はい。